この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。この時間はディナモキエフ対バンフィエルド、こちらの一戦をお届けいたします。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。ディナモキエフ対バンフィエルド、このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん。そうですね、まあ、どこからでも攻撃の起点を作れるということですよね、はい、やっぱりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしなければいけなくなる、うん、そこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されているので、はい、まあ、サイドからセンターから起点を作って得点の機会を作りたいということですよね。かなり積極的な布陣と見てもいいんでしょうか。まあ、どちらかというと攻撃的な布陣になってますよね、はい。でそこからどういうふうにその攻守のバランスを取っていくのか、どういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんでしょうか。まあ、4-3-3の中盤の3ですよね、このインテリオールがやはり中盤、そしてまたディフェンスのつなぎ役目になれるので、うん、これ機能しないとそのスリーラインということは保てなくなりますから、はい、中盤が大事になってきますよね、うん、サイドのスペースへ走らせる、いいボール入りますよ。フラッグは上がっていません。どうだ、アンフィエルドシュート、わずかに左へ攻めてきます。ディナモキエフチャンスを迎えたシーンがありました。ちょっと伸びてしまいました。素早いパスで攻め上がっていきます。ステパネンコ、バシルクラベツ、さあジチェンコ、クロスを選択、クリア。このピンチをなんとか脱します。フリーで受ける、少し時間を使いすぎたか、最後うまくいきません。やっぱり時間をかけてしまうとディフェンダーは戻ってきてしまいますからね。インサイド上がっていく、アーチのようなパス、さあカウンタースピードを上げたいところ、バシルクラベツ。ファーストハーフこの終盤、両チームスコアは0対0です。ジチェンコ、シュートレンジです、クリアです。カウンターを仕掛けていきます。裏のスペースを狙う、このスルーパスは通りません。長いボールを送ります。レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。前半0対0。北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。ディナモキエフとしては今のところリードは奪えてないんですけども、一つ挙げるとすればやはり早めに潰していくディフェンス、これがうまくいった印象はありましたよね。まだ相手に決定的な場面を作らせてませんからね。ディナモ
キエ対バンキエル、両チームスコアレスで折り返します。そうそうとこの後半始まっています。ディナモキエフとしては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。バシル・クラベツ、大きく縦へ、さあカウンターのチャンスになります。ディナモキエフ先制ゴールが決まりました。1対0。得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のゴール、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね。ふわっと裏を狙う、来たか、シュート、ディナモキエフ、さあさらに点差が開いています。いやー、見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。いや、綺麗なカウンターでしたよね。やる前で分かっていたとしても、今のようなタイミングで組み上げてしまったら、サイズが難しいですからね。見事な崩しでしたね。ディナモキエフ得点を重ね2対0という展開。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね、はい、非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。スペースを狙った、さあボールはジチェンコ、中上げる、アウトまで来た、ディナモキエフ、試合を決めてしまうんでしょうか。これで3点差です。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。これはお手本のような綺麗なカウンターですよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですよね。タイミングが良かったですよね。今日2点目です。さあディナモキエフ現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。立て続けですからね、持ってきてると言えるんじゃないでしょうかね、はい、さあここでカウンター、ステパネンコ、長いボール縦に入れます。ボールはクリア、緩く狙ったボール、シュートもあります、フリーだ、もういいですね。ここは間合いを取る、クロスを上げる、クリアです。縦へのボール、カウンターを仕掛けます。バシル・クラベツ、ジチェンコ、おいい形じゃないですか。抜けてくる、上げてくる、シュート、ディナモキエフ、ゴールは止まりません。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。
まあ、ボールをもらう前に非常にきっちりとイメージを固めてたんですよね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったということじゃないでしょうかね。当然ハットトリックということになります。アンフィエルドはここで選手を変えます。さあディナモキエフ、このゲームの主導権を完全に抑えています。バシルクラベツ、セルジヒドルチュク、さあボールはジチェンコ、抜けてくる、仕掛けるタイミングを図る、上げる、さあ北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。ディナモキエフとしては攻撃的で迅速がありましたね。素晴らしいシュートシーンを見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ディナモキエフが4点差をつけての勝利です。